はい。皆さん、こんにちは。長尾隆です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。えー、今日はもう、お怒りモードで。いやー、もうね、このニュース見つけた時に、もう怒りに震えましてね。なかなか眠れませんでしたね。もう、やっぱりか。とまあ、 ちょょっと進めまましううかもう言葉がありません今日のお題はこちら今思い出す安倍元総理の一言尖閣諸島は安全保障上最重要ではないという意思を示した岸田政権記事はこちらです安保上重要な区域第1弾で58箇所提示政府 尖閣は入らずですよ。まあコメントはあのたっぷり後にさせていただきます。えー、記事読みますね。政府は11日安全保障上重要な土地の利用を規制する土地利用規制法の特別中止区域や中止区域の候補地として陸上自衛隊対馬駐屯地や 沖ノ島など5都道県の計58箇所をしましたそして政府が今後23年で指定する施設や離島などは600箇所以上になる見込みで第1弾となる今回は尖閣諸島の提示は見送った23年なんて時間があるんですかね もうすぐやれよと。まあすぐやれない状況に法律上なってるんでどうしようもないんですけども続けます土地規制法はこれ土地規制法じゃないんでね土地利用規制法なんでねもう売買は自由なんですよちょっともうぶつくさ言いたくなりますけども9月20日に全面施行された高地の公表は初めてで 11日の審議会で示した関係自治体にも意見聴取を行い、審議会で了承されれば年内に指定される見通しだ。はい。同法では安全、安保上重要な施設の周辺約1キロを中止区域、自衛隊の司令部など特に重要な機能を備えた周辺、施設周辺を 特別中止区域に指定する。そして国は中止区域の土地や所有、建物の所有者の国籍や利用状況などをべる、えー、調べることができる。特別中止区域では一定面積以上の土地や建物の売買について事前の届出を求める。売買は認めてるってことです。次に 今後高地と候補地になった特別中止区域と中止区域が29カ所ずつで今回か、えー、無人の国境離島が目立つ国境として重要性が高いことに加え無人のため政府が普段から現地の状況を把握しにくいのが理由だそして韓国資本による自衛隊基地の 隣接地売買が問題になっていた長崎県対馬市も選ばれた。まあ、選ばれて当然ですよね。そしてところが一方中国高専が周辺で領海侵入を繰り返している尖閣諸島などの南西諸島は候補地に入らなかった理由ですね指定には県など 地元自治体への説明が必要となるため政府関係者は社会的に反響の大きい地域は時間をかけて指定する必要があると打ち明ける <laughs> 社会的反響と安全保障上の危険性こうほんとネジが外れてるっていうか もう続けますね。もう皆さんもあの、どんどんチャット欄にもう書き込み入れてくださいよ。もう本当あの、バンされない程度の私が口にできないようなもう言葉でね、もうお願いします。今日はなんか、ね、調子悪いですよ。内閣府は尖閣諸島の指定について、 南西諸島周辺が重要な地域という認識はあるじゃあやれよと重要度だけでなく準備の整ったものから指定していくとしているもうあのバカなの本当に知らんけど 地元自治体への説明が必要となるって言ってますけどいやこの間に説明してるんでしょ社会的に反響の大きい地域ってこの社会的反響の大きい大きいという意味合いはこれはあれですか尖閣諸島を取ってしまいたいという人たちあるいは そういう人たちを支えている人たち、そういう方々のもうギャー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 こううるさい、ハエのようにうるさいあの雑音、国家を売り飛ばすような方の味方をする雑音が社会的反響なんですか 時間かけて指定するっていうのは彼らを説得してから指定するってことなんですかいや本当にわけわかんないですよねもうなんか今日ちょっとぼやいて終わりそうな感じがするんですけどあとまあちょっとこちらをまあちょっとあのご覧ください、えーさえー、どこが指定されたかっていう話ですけれども まず北海道、えー、青森、えー、東京都まあこんな感じですよねただこれ東京都の、まあ、中に入ってますけど、えー、所属市町村が未確定が鳥島これ沖ノ鳥島は何で入ってないんですかね。沖ノ鳥島ってもう我が国の領土領海の運命線でしょ。 これ多分ねあの沖ノ鳥島についてその担当の自治体となんか情報交換がうまくできないからなんてそんなまさか理由じゃないんでしょうね。島根県うんこれ皆さんあの竹島入ってないですよね。 あの日本固有の領土じゃなかったんですかね守る気ないんですかね竹島は不法選挙でしょうすぐ出ていけと言わなきゃいけないんじゃないですかその土地を利用することができないから指定してないなんてそういうへ理屈をこねるんですかね 竹島城で売買規制が行われないから向こうが不法占拠してるからねだから指定してないなんてそういう屁理屈を言うんでしょうかねよもやよもや実効支配されてると政府は思ってるんでしょうかねそうそうさっきあの北海道のところ ご覧いただきましたけど、これなんで北方領土が入ってないんですかね。日本固有の領土なんですよね。今も言ってるんでしょう。不法選挙でしょう。実効支配されてると思ってるんですか北方領土で日本が関わる 土地売買や、あるいはそこで何か利用規制に抵触するような経済行動が行われないから今回入れなかったっていう理屈なんでしょうか。もう訳はわかんないですよね。まあそこであとは、長崎県。まあこれはなんかもう自衛隊、かっこ自衛隊、かっこ自衛隊、かっこ自衛隊つっ,っ,って、 これはまあ日本の尊厳と国益を守る会でも行きましたけどねあと五島列島の例の福江島もう中国漁船が嵐だなんだかんだっつってもう港に押し寄せてもう気持ちの悪い風景がありましたけれども日本政府はどうも韓国には強く言えるようですね。 中国には全く何も言えないっていうことですかロシアにも何も言えないってことですかもう先が思いやられますねつまり今回の件で私たちが何を学ばなきゃいけないかっていうことになると法律を作っても運用でこうやって骨抜きになるってことなんですよ 法律を作ったからそれで安心じゃないんです。そこでね、もう昨日の夜この記事を読んだ時に安倍元総理の言葉を思い出しました。その言葉ね、なんかの話の下りでね、長尾さんね、制度を作っても使わなきゃ意味がないんですよね。 っておっしゃった言葉があったんです。もう岸田政権をまるで予測するかのようなご発言ですね。例えば今回の法律を作ったとしてもそれをこのように指定しなければ骨抜きになる。使わなきゃ骨意味がない。平成25年に 安倍元総理が国家安全保障局を作った NSC。NSC は作った。作ったから安全じゃないんです。作ってもそれを使わなければ意味はない。本当これをね、この間の中国から5発ミサイルを e z に打ち込まれて、 NSC を開かなかなった北朝鮮には強く出れる。何なんですかねこれで日本ってやっぱりこういう安全保障上のことってあの自動的にスイッチが入らないんですよ。 よく尖閣諸島を中国が攻めてきた時に米国は安保条約の5条の中で動いてくれるんですかうんぬんかんぬんのところではい、えー、おっしゃる通りですって言って胸を撫で下ろしている我が国の在り方がありますけどもあれだって米国議会が承認をするという手続きを取らなければ米軍は助けに来ないんですそういうことになってるんです。 自動的にスイッチが入らないんです。こういう状況になったら自然と米軍は行きますよ。こういう状況になったら日本はこういう対処を取りますよ。その都度その都度、つまり文民統制、シビリアントコントロールという名のもとに了解を取らなきゃいけない。承認を取らなきゃいけない。議論をしなきゃいけない。そんなことをしてる場合かって話なんです。ミサイルはすぐ飛んでくるんです。軍隊はすぐやってくるんです。 いちいち話し合いをやってる場合は暇はないんです。判断という作業がどうしても必要になってくる。で、その判断次第では法律は実効性を持たなくなってくる場合によっては骨抜きになる。これを脱却するためにはね、もう特定の人に権限を持たせるしかないんですよ。つまり時の首相に権限を持たせる。 権力の集中というのは日本人は本当に嫌がりますけれどもね。いや、ちょっとしばらくこの問題は続けなきゃいけませんね。うんまあ、日本の尊厳の国益を守る会のお話がありましたけれども、もうここがね、私の主たる所属基地ですね。行為継承の安定化、スパイ防止法の制定、そして、 外資による都市買収から日本の領土を守るこの3つの問題っていうのは自民党の中で一番議論されてない議論しづらい中国に気を使ってしづらいまあ政治家だけに任せず私たちが世論で支えていこうではありませんか 今日はちょっとぼやきが多かったことをお詫び申し上げ、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。ちゃう、もう本当に。